今回紹介するのは「知ってはいけないに日本の主権はこうして失われた」という本です驚くことの連続で知ることの大事さを実感友人に勧められ日本はなぜ基地と原発を止められないのかを読んで以来矢部浩二さんの大ファンになりましたその後 新しい本が出版されるたびに必ず読ませていただいています最初は私に理解できるのか不安だったのですが読んでいくうちに引き込まれてしまい次から次に明らかになる驚愕の事実に打ちのめされてしまいましたそれと著者のお人柄なのか優しくわかりやすい文章なので私にもすいすい理解できましたボウ・ゴさんの漫画も面白いです ことの本質をズバッと捉えていて何度も笑ってしまいました書かれている内容はとても深く重い問題でもそれは全部私たちの問題なのでしっかりと知ることは大事だと思います子供たちや孫のことが大事ならばいつまでも権力者の嘘に騙されていてはいけない本当のことを知って。 私たちにできることはないか考えるきっかけにこの本はそういう本です。以上興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。